皆様こんにちは。今回はですね、3.5と7メガハムバンドに現れた新たな妨害電波を方向探知しましたのでご報告いたしたいと思います。どうもこれですね、国内の発信源のようなんですね。しかしですね、この動画では発信源について結論付けすることは 差し控えたいと思いました。関連情報や事実のみをお伝えいたしますので、どうか最後までご視聴いただきましてで、ご判断していただきたいと思います。今回はこのような内容となります。ハムバンド内の新たな妨害電波の方向探知と関連情報を順番にお話ししてまいります。 当初はですね、あの皆さんに実際に方向探知をしていただきたいと思いまして、操作方法をわかりやすく説明できるように、私自身で方向探知を繰り返し操作していたんですね。その事例としてですね、国内の発信源で方向探知をしようと思っておりました。国内の場合は受信地点と近いせいか、海外、 がまあ発信源の方向探知よよよりも、精度良く座標結果がが出るるうな気がすすんですよね。この図はですねキウイの WebSDR を使った TDOA を説明したものなんですけども詳しくは前回のですね OTH の動画をご視聴していただきたいと思います。これはあの国内の探知結果です。で、ヒートマップがきれいに出てますよね。国内の方向探知ですと失敗しても例えば どの付近かっていうのはわかるようなんですね。倉庫をやっておりますと、ある妨害電波が私自身が信じられない場所で見つかったんですね。埼玉県所沢市なんですで。しかしそれを裏付ける情報も十分ございませんので、やはり安易に結論付けは避けたいなと思います。本来は結論を動画の冒頭でお話しするべきなんですけども、今回はそういうわけでして、事実と関連情報を お伝えしたいと思います。ところでですね、これは単なる偶然で関係のないお話になりますけども、今回新たな妨害電波に気がついたのは、くしくも北朝鮮がミサイルを発射した頃からなんでしたね。ミサイルの発射というのは1月の5日と11日と14、それと17日の時点で4回目なんですけどね。毎回のように方向単調の私繰り返していたんですけども、新たな 妨害電波に気ががいたたのの実はこの17日だったんですねちょっと話がそれましたけどもそれではまず q SDR を使って調べた内容についてお話ししてまいりますハムバンド内で17日以降にこうした2種類の妨害電波を確認しておりましたこれまで海外で発見したレーダーアナウンスとはちょっと違うようなんですねこちらの方は3秒とか6秒で 途切れてしまってまた違う周波数に発生するタイプですもう一つというのは、えー、連続的にノイズが出ている電波なんですね短い方はですねサンプリングするにはちょっと時間が短いので方向探知はできませんでしたいずれにしましても長時間出てるわけではなくてですね 捉えるチャンスも少ないので、実際気にしなければ分かりにくい電波かもしれないんですよね。まずは短時間に発生して周期的に周波数が変化する 妨害電波についてです。こちらがその波形なんですけども、発生時間や波形に若干違いはあるんですけども、こんな感じで他にもあるんですけども、いろいろな種類があるようですね。ただ、q STR の方向探知のサンプリング時間は30秒ですので、ちょっと短すぎるんですね。こんな信号です。 これは先ほどの信号の発生時間を測ったものなんですけども、約3秒ですね。これはもう少し長い時間発生してます。<noise> これは同じ信号源が発生時間を変えているのか、それとも別の信号源なのかは、方向探知ができていませんので、わからないんですよね。この信号の発生時間は6秒です。 今度はですね、連続的に出ている妨害波についてです。すでにあの、探知ができてます、ロシアの沿岸の OTH レーダーとハムバンド内の妨害電波を比較してみたいと思います。こちらはですね、前回動画でご説明しました、ロシア沿岸の OTH 信号で、周波数は 6.984MHz ですね。 でこの音と波形を覚えてておいいくださいね。先ほどの OTH に対しましてで、これは今回受信した7.193メガヘルツ付近の電波です。ロシアのものとは波形も音も違うんですよね。 はい。スピーカーと音量の関係でですね、ちょっと違った感じに聞こえますけども、これは先ほどお見せした 7MHz に侵入していた連続波でした。はい。これはあの7.180です。ちょっと若干音色が違うようにも思いますよね。 これはですね3.526メガヘルツの妨害電波で、えー、同じように連続信号ですそれでは次にですね アマチュアバンド内に出てきた連続的な電波の方向探知をしましたので、その結果についてお話ししたいと思います。これは 7MHz アマチュアバンド内の妨害電波を方向探知した結果です。この座標から、ここですね、左下16キロ離れた場所には、所沢通信基地が見つかりました。今度はですね、SDR のこの受信所を変えてやってみました。ヒートマップの形状っていうのは、 いまいちなんですけども、座標点から12キロ下のとこ、ここ座標点ですね。ここの12キロ下に所沢通信基地が、えー、ございました。周波数は7.18や7.193メガヘルツでした。さらに何度もやってみたんですけども、ここの座標地点の、ここですね。こっからわずか3.6キロの下に所沢通信基地が、えー、ございました。 この発信源が所沢通信基地だとすればですけども、これはかなりの精度ではないでしょうか。先ほどまではですね、7MHz のアマチュアバンド内の電波だったんですけども、これは3.524の妨害電波の方向探知結果です。同様にですね、ヒートマップの結果がきれいに出てますよね。ここが座標なんですけども、この座標地点から所沢通信基地までは、 約15キロです。ところ座通信基地を衛星画像で上から見る限りでは、この建屋はシンプルなものなんですね。その敷地には、このようなアンテナがいくつも見られました。以上の方向探知結果を踏まえまして、関連する情報がないかを探ってみたわけです。 まずは所沢通信基地なんですけども、ウィキペディアと所沢ホームページから分かったことなんですが、所沢市にある在日米軍通信基地、正式名称は所沢通信施設というそうなんですね。97ヘクタールで東京ドームのおよそ21倍、かなりの広い面積ですよね。大和田通信所というところの受信に対して所沢通信基地は 米空軍機に対する送信、送信が主な役割ということで、送信所なんですね。無線局としましては、日米地位協定に基づいて、日本法、まあ電波法の適用対象外ということです。68年に OTH が、レーダーが完成して、74年には政府がレーダーの事実を認めて、 その後75年には OTH レーダーの運用は停止されてレーダーは撤去されたということになっています。つまりここはですね、米軍の通信基地ということなんですね。こちらですね、所沢市のホームページからこういったアンテナ群も確認ができました。ただ中国とかロシアの OTH レーダーのアンテナ形状とはちょっと違うような感じもします。これはログペリーアンテナなんですね。 これはですね、2020年の朝日新聞デジタルの記事です。米軍所沢通信基地の一部変換、指導として活用とあるんですけども、ここが米軍基地ですね。ここの道路が開通した、このことをもって基地の一部を変換と言ってるんでしょうかね。敷地のほとんどは米軍所沢通信基地なんでしょうね。 一方、こちらはですね、Google で表面波レーダーと検索した結果です。詳細資料がインターネット上に多数公開されておりますね。こういった内容なんですけども、公開されておりますので、コンフィデンシャルではないと理解はするんですけども、その詳細をここに貼り付けるのはよろしくないと思いますので、タイトルのみに留めたいと思います。 防衛装備庁の資料によりますと、日本でも表面破裂の研究開発が進められているんですね。しかし、米軍との関係は見出すことができませんでした。最初のこの1番と2番の資料は、分かりやすいスライド資料もございますので、ぜひとも読まれることをお勧めいたします。入札情報。これ、すごいですよね。 AI 用学習データ取得作業とかですね、その作業の契約希望者募集要領とか、この辺は行政事業の検索ということで出てきますけども、これ三菱電機がやってるみたいですね。今回ですね、新たな発見がいくつかございましたが、ポイントをまとめてみました。 今一点はハムバンド内でロシア中国以外の妨害電波の発信源は埼玉県の所沢市ということですねまずそれから発信源を方向探知したその座標のすぐ近くには在日米軍通信基地がございますでそこでは過去に OTH は稼働しておりましたが現在では撤去されたことになってます あとは、米軍通信基地の運用自体は、日本法、電波法の適用対象外なんですね。あと、防衛省では、独自に表面波レーダーの研究開発を行っているということです。以上ですが、皆様はどのように思われましたでしょうか。もう少しですね、詳しく知りたい部分も多々あるんですけども、私が調べることのできた情報は、ここまでとなります。それでは、最後までご視聴いただきまして、誠に、 ありがとうございました。